はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。とある視聴者さんからですね、お手紙いただきまして、なんかね、中国人と韓国人が欧米で、観光、日本人のふりして迷惑行為やってるっていう、ことなんでね、ちょっとご紹介いたします。この円安の時代にイタリアに旅行してきました。日本人団体にはほとんど会わず、代わりに中華と韓国人まみれでした。2つの団体のトイレ使いが最悪でしたよ。中華はトイレットペーパー流さないようで、大便のついた紙が見えて恐怖でした。なんか流さないみたいですね。流せない、下水詰まっから流せない。あと紙も溶けない、生理用品を捨てる箱に使用済みのトイレットペーパーがてんこ盛りで、公衆便所かっこ昭和を思い出しました。やだね。独特のおしっこ臭がローマやフィレンツェの美術館のトイレにプーンと香ってました。それに大声でうるさく、人が絵を見ていてもどかどか前に入ってフラッシュ撮影、白人も黒人も嫌な顔してました。ムカつくのは日本語でありがとうございましゅとか日本人のふりしていて、自分たちも割り込みしてスマホ撮影するの悪いことだと自覚しているようです。でも日本人のするのをやめてほしい。韓国人にもうんざり。便座を座るの嫌だったようで、腰を浮かせて放尿したのか、便座も床も尿でべしゃべしゃ濡れていました。一緒に旅行に行った友人が在日三世の民団学校に行っていたので、あの娘たち韓国語話してたよと言っているので間違いないです。しかも韓国の恥だから、私がトイレットペーパーで拭くわと言って便座と床の尿を清掃してました。これは関心関心な民団学校の生徒ですね。本当中国と韓国は自己中でうんざりです。伏せ字にしてありますけど言っちゃおうって中国も韓国も経済悪いと聞くけれど、ブランド品の店はやつらでいっぱいです。ヴィトンとバーバリーが好きみたいで、やつらの団体は必ず紙袋を山ほど持って観光してました。なんとなくですが、日本からとにかく金を引っ張りか、ウクライナに金を出してないから景気が悪いふりしてんじゃね、それか被害者ビジネスでウハウハしてるやつじゃねえのって思ってます。あとアフリカ系の人もよく見ました。日本語ペラペラのイタリア人ガイドさんに聞くと、アフリカも経済発展してるから日本人の頭の中しょうがねって言ってました。うるせえよ言いたい怖くて、カタールやドバイの空港職員はアフリカ系のスーツ、アフリカ系でかな、スーツを息に着こなして英語やフランス語ペラペラ話す黒人が働いていました。アフリカイコール貧困と日本人は思い込んでるだけで、食い物にされている可能性大です。生活保護を申請しているギニア人も日本に来るだけの財力あるんだから貧困で来たわけではないのかも。本当日本人はお人よしなんだとつくづく思います。これまだめちゃくちゃ成り足りてねんですよね。日本人ね、まだね、目に見えてめちゃくちゃになってない。ヨーロッパみたいに、道で車ひっくり返されて、燃やされてる外国人っていう事態になったらちょっと目覚めんじゃないですかね。帰りの飛行機、カタール航空で、トルコ人の足元にあったナイロンのトートバッグ、も、荷物荒らされていて驚きました。チェックインミスで友人たちとは席が離れてしまい、私 A の窓際席、トルコ人男性20代30代が真ん中の B、 知らない日本人の20代30代女性、通路側 C 席でした。 C 席の通路側の若い女性がトイレに行くのを見かけて、私もトイレ行きました。そしたら声かけられて、真ん中の外人が肘掛けに手をかけるふりをして、私の左胸をグリグリと、右肘で触るような気がするので怖くてすいませんが、知人のふりして話しかけてもらえませんかと涙目で言われて、日本までの12時間弱寝てる以外はなるべく彼女と世間話をしました。キャビンアテンダントに言えよと少し思ったけど、外人ってこれ日本人の女性って外国人の女性みたいに大声出せないから何やってたーって怒らんねえから舐められてるみたいですよ。疲れた、家に帰宅してもやれやれ、頼まれたワイン2本
を入れた袋の内側ファスナーがビリビリに破れていて、酒類は盗まれていなかったけれど、お菓子2個が紛失してました。どう考えてもトイレに行った間に真ん中の B 席のやつが物色したとしか思いません。ワインなので前の座席下に入れておいたのです。まさか取られるなんて。 なぜか酒でなくて、まあお菓子ですが、てかなんで安いお菓子を盗むのかな、わけわかんない。外国人って盗めるときに盗めないのはバカぐらい思ってるやつ多いんだって。スマホと財布は斜め掛けのショルダーバッグ入れて、寝るときもトイレも常に持っていたので、どうにか無事でした。まさか床下のサブバッグを漁られるなんて、しかも飛行機の中でリスクも考えない知能レベルなんだよね。こういう自分のこと言ってんのかな。平和ボケしてて、成田空港に到着し、通路席の女性におばさんありがとうとお礼を言われ降りようとしたら、真ん中のアラブ人が今さら書類記入を始めました。マジでこいつアホやとムカつきました。そいつが持ってるパスポートを見たら、トルコの緑色パスポートでした。こんなクズを大量に入国されるのを政治は変えてほしい。岸田首相が自分の家族の利益のために外国人を大量に輸入して税金を自分らの財布が売るようにしてるから、外人輸入を難民申請で外人優遇の流れは止まらないと思う。自分本位なのでガース前総理みたいに空気読んで辞める気もないし、友人の子供が言う辻元や福島みずほや菅直人を落としても比例で戻ってくるし選挙も虚しい。そうです。八王子や日野でも最近クルドか見かけます。入管法改正されてもザルなので、一度入国して出ていかないし、もうこの国も終わりに近いのかもね。どうしたらヤバい外人を追い出されるのやら。日本に帰ってきてテレビをなぜか見てしまうんですが、都知事選挙のテレビの作り方が蓮舫推しです。どの局も小池下げ、蓮舫先生爆上げしてます。もしネット見ない人なら多分蓮舫先生に投票するでしょうね。追伸、友人に帰ってきたよ、外人に荷物あさられて丸々盗まれたと LINE したら、外人ダメやで外国人外国籍って言わないと差別ヘイトやでて教えてくれました。学校や PTA 人権研修委員会でうるさいそうです。変なの外人じゃ。そうやってパヨが子供を洗脳すんだわ。北原みのりの韓国男性は良い、公演にはうんざりだったらしい。内容が PTA 研修と全く関係なかったそうです。追伸に、今高速道路のサービスエリアの駐車場は大惨事になってます。働き方改革でいらねえ法律改正して、トラックドライバーの改善基準告知が改正なんてことで、駐車場が時間潰ししないとダメな大渋滞、大型車、マスゴミが大騒ぎ、法改正、とばっちりがトラック運転手に、軽井沢の事故たといういつもの流れです。ますますトラックドライバーいなくなるよ。昔は中卒でも高級取りだったのに、小泉父竹中のせいでかなり なりていなくなったんだよね。お手紙はここまでであります。これ何がムカつくって、中国人韓国人がありがとうございましゅーとか言って日本人のふりして迷惑行為やってるっていうのがムカつきますよね。これ店の店員とか店のあの主とか日本人だとんでもねえって思っちゃう人いるんじゃないでしょうか。これちょっと拡散しないといけないなと思って、動画1本撮りました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。